さあ今日2本目の動画いきたいと思います。今日2本目はですね、私が出ているということはそうなんでございます、宅建業法でございます。宅建業法のクーリングオフいきますよ。クーリングオフ、ここはですね必ず1点出ますんで絶対に得点してほしいんです。それでは早速いきましょう。クイズ周辺知識にアタック1。宅建業者 A が自ら売り主となり、宅建業者でない買い主との間で締結した宅地の売買契約について、買い主が宅建業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリングオフによる契約の解除をする場合に関する次の記述は正しいか、それとも誤っているかお答えなさい。買い主 D はレストランにおいて買い受けの申し込みをし、その際に A からクーリングオフについて書面で告げられ契約を締結した。この場合 D は当該契約の締結をした日の5日後においては書面を発しなくても契約の解除をすることができる。さあどうでしょうか。これも落ち着いて考えてください。こういう問題正解できるとですね、理解度が深まっているということになります。さあいきますよ。これ答えは、はい、×でございます。さあどういうふうに考えて×にしたかが重要ですよ。これレストランはですね、事務所等には該当せず、場所という点から見ればですね、クーリングオフの対象になるんです。ただこれですね、クーリングオフによる解除というのは書面を発した時から効力を発しますので、この場合ですね、書面を発していないので解除ができないということになるんでございます。解除不可でございます。大丈夫ですか、ご注意ください。ではこのケースどうでしょうか。こちらですね、宅建業者 A が自ら売り主として宅建業者でない B との間でマンション確保代金3000万円の売買契約を締結しようとする場合における次の記述のうち、宅建業法の規定によれば正しいか誤っているかお答えなさい。いきますよ。 B が A に対し法第37条の2の規定に基づき書面により買い受けの申し込みの撤回を行った場合、その効力は当該書面を A が受け取った時に生じることとなる。さあどうでしょうか。大丈夫でしょうか。意味わかりますか。大丈夫でしょうか。さあ行きますよ。答えは、はい、×でございます。これさっきの問題のですね、復習になりますけれども、これですね、宅建業法37条の2のですね、2項、クーリングオフによる申し込みの撤回等は、申し込み者等が全項全段の書面を発したときにその効力を生ずるというですね、重要な規定があるんでございます。つまりですね、相手方が書面を受け取ったときじゃないんですよ。申し込み者が書面を発したときに効力が生じるんでございます。ここよく試験に出ますんでですね、絶対に覚えておいてください。ではこの場合どうでしょうか。こちらです。3、売り主を宅建業者である A、買い主を宅建業者でない B との宅地の売買契約において、宅建業法第37条の2の規定に基づく売買契約の解除に関する次の記述は正しいか誤っているか答えなさい。いきますよ。B が契約の解除ができる期間は、売買契約の解除ができる旨およびその方法について告げられた日から起算して8日間とされるが、特約で当該期間を10日間に延長したり7日間に短縮した場合、これらの特約は有効である。さあどうでしょうか。重要な問題です。いい問題ですね。大丈夫でしょうか。はい、いきますよ。答えは、はい、これ×でございます。これですね、特約で当該期間を10日間に延長っていうことはですね、可能なんです。これは別にいいんですけども、問題はですね、7日間に短縮。これはですね、ダメです。これ無効になっちゃいますよ。これ、宅建業法37条の2の4項にですね、買い手に不利な特約は無効っていうふうになってるんです。ですからですね、延長はですね、買い主にとって有利ですからいいんですけど、短縮はですね、ダメなんです。だからそこのところですね、間違いないようにご注意ください。無効になります。では、このケースどうでしょうか。こちらです。4。宅建業者 A が自ら売り主として宅建業者でない買い主 B と土地付き建物の売買契約を締結した場合における宅建業法37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述は正しいか誤っているか答えなさい。 B が A の事務所において買い受けの申し込みをした場合は、売買契約を締結した事務所が A の事務所であるか否かに関わらず、 B は売買契約を解除することができない。はい、どうでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、行きますよ。答えは、はい、まるでその通りですね。はい、これですね、買い受けの申し込みをした場所と契約をした場所が違う場合はどうなるんでしたでしょうか。はい、これですね、申し込みをした場所でクーリングオフが適用されるかどうかを考えることになるんです。申し込みをした場所というのはですね、事務所等にこれ該当しますので、その後ですね、どこで売買契約を結んだとしてもクーリングオフのですね、対象にはならないということでございます。ご注意ください。では最後いきますよ。5、宅建業者 A が自ら売り主となり、宅建業者でない買い主との間で締結した宅地の売買契約について、買い主が宅建業法37条の2の規定に基づき売買契約の解除をする場合に関する次の選択肢の正誤を答えなさい。いきますよ。買い主 B は20区画の宅地を販売するテント張りの案内所において、買い受けを申し込み、契約を締結して手付金を支払った。B は A からクーリングオフについて書面で告げられていなくても、その翌日に契約の解除をすることができる。はい、どうでしょうか。大丈夫でしょうか。
落ち着いて考えてください。どういう状況なのかですね、ちゃんと理解できればわかります。はい、いきますよ。答えは、はい、丸ですよ。何も問題ないです。はい、これはですね、テント張りの案内所というのはですね、事務所等には該当しませんので、要するにクーリングオフの対象になるということなんですよ。で、売り主がですね、クーリングオフに関して書面を交付していないというふうに言ってますけれども、そういう場合でもですね、別にクーリングオフは可能でございます。その場合ですね、8日間の期間はですね、始まっていないんです。ここポイントですよ。この場合ですね、書面を交付してませんからですね、期間はされてないんですけれども、翌日にですね、契約の解除はですね、全然問題なくできるということになります。これどういう状況になっているかというのをちゃんと覚えておいてください。以上でございます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。クーリングオフのところはですね、頭痛いなって思う人いると思うんですけど、これはですね、問題に慣れちゃえばですね、簡単に得点できますので、クーリングオフのところはですね、苦手意識持つ必要ないですよ。これですね、問題がパターン化されてますので、必ず覚えておいてください。ということで、また明日。